やっぱり80以上歩けてる人ってめちゃ多いんですよ。60代以降必要なものって結構いろんなもの揃ってるなと思ってて、めちゃくちゃおすすめ。はい、生体復活院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整骨院、整形外科、整体に通っても痛みが改善していない、そんな患者さん向けに根本的に痛みを改善していこうという動画になっていますので、ぜひね、悩んでいる方ぜひ見てみてください。松田さんよっ。年を重ねていくと、筋肉が衰えたりとか、痛いところが出てきたりだとかすると思うんですけど、これってなんとかならないですか？まあざっくりしすぎやろもうポイってポイって投げたね。どういうこと？足腰？はい、なんとかならないですかね。衰えないようにできないですか？衰えるってのは歩けんくなるってこと？はい、まあ歩けんくなるのはね、よく言ってますよ。俺痛み取るのなんでって話するじゃないですか。痛み取るのは痛み取るんじゃなくて、痛みを取って活動性上げることっていう、これ世界的なスタンダードなんだよ。痛みを取るがゴールじゃなくて、痛みを取って活動性を上げる、これがもう最終ゴール。結局痛みが起きて活動性下がっちゃうから、最終的に活動性が下がって下がって下がって、寝る時間が増える、家の中の時間が増えていく、活動しなくなっていく、家の中が増えるって悪循環を起こして、最終的に肺陽性、いわゆるこの三大死亡要因ってあったんだけど、これ変わったんですよ。2021年か22年に。まず一つが癌、2番目が心疾患、そして高血圧とかでしょ。あとは脳梗塞っていう血管系とかが多いわけですよ。はい、でこれが脳血管が結構さ、脳出血してもこうだとか、脳梗塞が起きても24時間以内とか、薬がすごく発達して3位が変わったんですよ。何かだと思います？交通事故まあ違うけど、まあ確かにって何が違う。これ3位何かって肺葉。肺葉。肺葉って分かんないでしょ？分かんない。肺葉って簡単に言ったら、元気がなくなってそのまま自然になくなっていくとか、いわゆるこの肺葉症候群ってあるんですよ。いわゆる元気なくなっていく、それ足腰が悪いとかつながるんですけど、いわゆる脳血管障害よりも、脳血管でなくなっていく人よりも、肺葉、いわゆる元気がなくなってなくなっていく人が第3位なんですよ、理由で。すごくないですか？老衰とは違うんですか？だから老衰とほぼ一緒ですよ。だから活動性が下がることによって、最終的には風邪とかでなくなっていくんですよ。普通だったら全然大丈夫な風邪で肺炎を起こして、肺炎で水が溜まって呼吸器が悪くなって呼吸できなくなってなくなっていく。俺もめちゃくちゃ慢性期病院で見てたんで、本当にこう肺炎を防ぐために痛みがあるっていうのを覚えておく。だから痛みが起きるから活動性下がっちゃうんで、痛みを取って何がしたいかって言ったら、やっぱ活動性下げていく。これ見てる人だったら仕事したいとか、趣味旅行に行きたいとか、やっぱあるわけじゃないですか。この活動性上げるために痛みを取っていくのが一つ。そのために大事なのが60代からの生き方なんですよ。60代からが一気に衰えるの、やっぱりビューンって衰えるって。20代をピークにどんどん全部衰えていくの。だけど、こう斜めに一直線じゃなくて、緩やかに来てドン、緩やかに来てドンってやっぱ落ちるタイミングがあって、だいたい男性とかだと35、次45みたいな感じとかで、まあ厄年の時とかによくバーンバーンって落ちるんですよ、やっぱり。で、両方、やっぱ男女ともいいんですけど、60代からは全然違うんですよ。いわゆるもう高齢者の類に入ってくる、65とかなんですよね。で、食事も違えば、健康の作り方も違うんですよ。だからこれ今まで通りのことをやってて、60代から今まで通りのことをやってて、あれってポンと落ちちゃう方が多いんで、やっぱ60代からは考え方を結構ガラッと変えないといけない。じゃないと、本当に足腰が弱くなってきますね。最強の足腰の作り方、特に60代からが大事ということで、今日はねこれで終わりにしたいと思います。その作り方を教えてください。検討します。検討を加速していただいて検討加速する。これはやっぱり大きく人間の体作る上でよ、60代からで一番大事なの、これ何だと思います？足腰の筋肉つけようって時に一番大事なこと。一番ですよね。一番大事。やる気、根気、勇気。バカ野郎これってみんな運動とかって言うんですよ。でもね、運動してる人たくさんいるの、結構。まだ60って運動してるじゃん。けど、差が出てくるじゃん。そう。で、運動はみんな分かってるからやるんですけど、結構大事なことがあって、これは食事なんですよ。ご飯。ご飯。何が大事だと思うんですよ。どんなご飯がいいかってことですよね。食べ方もありますね。3食。ご飯。おかわり。全然違います。腹8分目がいいとはよく言いますけど、これは例えばね、若い時って
ですよ。サラダとか食べてからお肉食べろって言われるじゃないですか、はい、あれってなんでか知ってます？ダイエットにいいから。ダイエットいいんですけど、何かって言ったら血糖値が急激に上がるってことを避けたいんですよ。だからサラダとかを食べると糖の吸収を抑えてくれるから、野菜から食べろって言われるんですけど、あれって若い時なんです。いわゆる20とか30、40の時は野菜から食べた方が絶対です。ですけど高齢化する、もしくは20歳よりもしかの学生の時っていうのはお肉から食べた方が絶対です。なんでだと思います？肉から吸収したいから。そう、いわゆる筋肉作るのってこのタンパク質っていうのがすごく大事で、いわゆるこのお肉だったりが一番多いわけですよ、タンパク質って。で、例えば大豆とかタンパク質聞いたりするじゃないですか。あとは牛肉だったりとか豚肉とかいろいろタンパク質あるんだけど、やっぱこの筋肉をつけるときにやっぱタンパク質がやっぱその元になるから上げないといけない。で、それと同時に、でもタンパク質と同時に糖も上がっちゃうんですよ、ピュンって。で、もちろんご飯とかの炭水化物とかもあるんだけど、やっぱ糖が上がっちゃうといけないんだけど、そもそも若い時、いわゆる学生中ってずっと体を作ってるわけじゃないですか。工事中だからもうなんぼタンパク質があっても足りないんですよ。だから糖を上げた方がよくって、若い時って。だから若い時は肉から食べて最後に野菜を食べていくっていうバランスの方がいい。ただある程度成熟してくる、20歳を超えてくるぐらいになってくると、やっぱ筋肉もできてくるし体も全部できるじゃないですか。そんな中でタンパク質がたくさんあってもそうやって貯蓄されて脂肪になってくるだけなんですよ。だから血糖値をすぐに上げきるんじゃなくって抑えながら上がっていった方がいいから、野菜から食べてお肉とか食べた方がいいよ、ご飯食べた方がいいよって話になるんですよ。で、60代超えるとどうなると思うんですよ。建物に例えるともう壊れてきてる。そうなんですよ、壊れるスピードの方が速いんですよ。だから壊れるスピードの方が速いんで、次はまたそれはそれで材料が必要なんですよ。だから壊れるスピードと同じぐらいこのタンパク質とか栄養素も必要で、そうなった時に食べ物としてはやっぱりこの豚肉とか牛肉だったりとか鶏肉っていうような肉、お肉とかをやっぱタンパク質関係を先に食べた方がいいとか、野菜じゃなくってご飯を先に食べるとか炭水化物食べるとかだけど、やっぱタンパク質を取り込むことが一番大事なんで、お肉とかから食べてって。で、大体元気なくなる人ってお肉はこれお腹が持たれるからって言って食べなくなるんですよ、マジで。ってなってくるとどん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 もう壊れるだけになってくる。で、動くのもきつい、筋肉も作られない、運動しても筋肉つかない、で結局悪循環で筋肉量衰えるけど活動量はそのまま、筋肉量落ちるじゃないですか、活動そのままでしょ。そうすると負担が大きくなるから痛みが強くなって結局動けなくなっちゃう。だから筋肉量を維持するために食事の方法を60代からやっぱ変えないといけなくって、バランスよく食べるのはもちろん大事ですよ。ですけど先にお肉を取ったりとかご飯を取っていってで最後に野菜食べていくとかっていう風に順番変えていったりとか、あとはバランスよく食べるのが一番いいんだけど、やっぱこういう風にちょっとずつ意識しながら変えていかないといけない。今まで通り野菜食べてお肉食べてご飯食べてとかってやっちゃってるとこれつきにくい。これ順番変えるだけで、今まで食べても順番変えるだけで全然違うので、こういう食べ方、まず筋肉を作るためのとか骨を作るためのこの要素をしっかり吸収できるようにした方がいいですね。はい、なんで食事の方法だったりとか、食事でささみとかやっぱタンパク質が高いものだったりとかをしっかり摂取するってことを意識した方がいいっていうのをベースにあった上で運動が一番ですね。で、運動ってじゃあ何がいいと思う？ウォーキング。ウォーキング。ウォーキングって言うじゃないですか。ウォーキングって結構うまく歩くと筋肉使わないんですよ。関節にとっていいです。関節にとってはしっかり動いてるからいいんだけど、ウォーキングって筋肉別に使わないんで、筋肉量って別にそんなつかないんですよ。関節にとってはいいけど筋肉にとってはそんな別にっていう感じ。じゃあ走れってことですか？あ、走るはいいですよ、もちろん。走るは全然いい。ウォーキングってだってさ、まあこういうこと言うとあれだけど、お姉様方たちが話しながらべちゃくちゃべちゃくちゃ歩いてるじゃないですか、はい、一向に汗かいてないからね。で、わーっとしゃべりながら歩いてるじゃないですか。もうずーっと1時間ぐらい歩いてますって言って汗かきましたって言って、まあちょっとうっすらみたいな、全然カロリー消費してないんですよ。それはそれで健康活動としてはいいですよ、他者との会話はめっちゃいいけど、筋肉体を作るっていう意味ではやっぱまだまだ足りなく、走るはちゃんと汗かくから、まあ簡単に言うと汗かくぐらいがやっぱいいですよね。で、俺個人的にですよ、一番いいのはやっぱり趣味で DIY とか、あと畑仕事、これめちゃくちゃいいです。でもなんでいいのかってとこ追求しないといけなくて、畑仕事やってる人でやっぱり80以上歩けてる人ってめちゃ多いんですよ、はいはいはい、私のおばあちゃんも93ですけど、めちゃくちゃ畑仕事しまくってるんですよ、炎天下の中、全然スタスタ自分で歩いてる。なんでいいと思います？美味しい野菜が取れるから。
栄養の話に戻ったね。いやまあそれもある、それもあります。他者との会話もあったり、うちとかの妹田舎なんで、もう物々交換とか未だにあるんで、あの魚持ってきた、あーじゃあこの果物持ってって未だに全然ある。でその会話ももちろんあるんですけど、何かって言ったら立ちしゃがみがある。あの結局筋肉で一番多いところって足腰って言ったらお尻と太ももなんですよ。で本当にこのお尻と太ももで全身の筋肉のほとんど占めてますって言っても過言じゃないぐらい、めちゃくちゃ筋肉量あるんですよ。でここがじゃあ使われる時って何かって言ったら立ちしゃがみです。椅子から立ち上がるもそうなんだけど、一番は床から立ち上がる。これめちゃ力使うんで、床から立ち上がるってなったら畑仕事って床に行くじゃないですか。立ち上がるじゃないですか。中腰するじゃないですか。ね、いわゆるスクワットしてるような状態。あの、スクワットをただやるよりも、やっぱ何か作業しながらスクワットの中腰姿勢やってみたりとか、立ちしゃがみやってみたり、自然の動きの中でできるってなると、やっぱ DIY やってみたりとか、畑仕事やってみるっていうのはめちゃくちゃおすすめ。で、畑仕事やってる人って、ちゃんとお腹すくじゃないですか。だからちゃんと食欲も湧くんですよ。だから、ちゃんと食事も取るし、お肉も食べるし、野菜も自分でやってるから食べるし、ご飯もしっかり食べるし、で、その余ったものをブツブツ交換して食べてるじゃないですか。また違うもの食べたり、魚と交換したりとか。で、お腹減る、栄養素もいい、他者との会話もある。だから、畑仕事ってめちゃくちゃおすすめです、個人的には。ね。もう本当に畑仕事してるだけで60代以降必要なものって結構いろんなもの揃ってるなと思ってて、まあ本当にあの畑仕事ってのはおすすめ。痛みから始まるっていうところじゃないですか、うん、その痛み自体を予防する方法ってあったりするんですか。いやでも活動性の維持だと思います。これも逆説で、痛みが起きるから活動性下がるじゃないですか。逆もそうで、活動性上げていくことによって筋肉量が上がるから、結局痛み自体もあの感じにくくなってくる。でやっぱりこの筋肉の量がすごく大事で、やっぱ筋肉がバランスよくついてるのがすごく大事で、大体どこかが負担が起きてるから痛みが起きてる。例えば腰って反ってますよね。反りやすいとこなんですよ。ってなると後ろの筋肉って縮んでるじゃないですか。で縮んでるから、ここを腰マッサージ、痛くなってきて腰マッサージしたらこの縮んでるのが緩まってきて楽になるけど、またこれって反っちゃうじゃないですか。だから大事なのって、こっちの筋肉を緩めるじゃなくって、逆側の筋肉っていうのを鍛えてあげて、反りにくいようにしてあげることで、こっちの筋肉が縮みにくくなる。そうすると硬さがなくなってきて、痛みがなくなってきて、腰痛なくなってくる。だから緩めるだけじゃなくって鍛えてあげるっていう概念も大事で、これがいわゆる運動療法ってやつで、海外だと痛みの治療のスタンダードって言われてます。だからこの鍛えるってことしないと痛み戻っちゃうんですよ。だからこの運動療法を入れていく、ちゃんとした場所にちゃんとした方法でやらないと逆に悪化しちゃいます。だから難しいんですよね。だからこの痛みに特化した運動療法っていうのをしっかりやってるのが、うち整体復活でやってますんで、まあ、概要欄の方に整体の情報を貼っとくので、まあ、気になった人はぜひ下の方の概要欄をチェックしてもらって、整体復活の最寄りの店舗行ってもらってですね、あのホームページ見てもらって、電話もしくは LINE の方であの予約してみてください。はい、ということで今日はねこれで終わりにしたいと思います。よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価コメントいただけるとすごく励みになりますし、まあ、こんな話も聞いてみたいって書いていただければ私たちの方で選定して話しさせてもらいますので、ぜひねそちらの方も書いてみてください。あとは整体院のね、情報も下の概要欄に貼っとくので、根本的に改善したいね、あのどこ行っても改善しなかったって痛み改善したい方はぜひ下の方の概要欄チェックしてみてください。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。はい、回しました。我が名は松崎と。本当にそれでいきますお、何のチャンネルだってなんで NG 集出れててください。よし、行きましょう。はい、はい。